おはようございます。私からの冒頭1点申し上げたいと思います。EU の共通通貨であるユーロが急落をして11年ぶりの円高ユーロ大安水準になっております。これは欧州の債務危機が世界経済の悪化につながりかねないという懸念が高まっているということが要因と思われます。一方アメリカの景気指標も低迷をして、それを受けて円高ドル安も進んでいるというのが現状でございます。これは欧米の株式市場の下落で投資家の心理が悪化をして、投機的な円買いが進行しているということが大きな要因と思いますけれども、これが進みますと日本企業の収益環境はさらに悪化をして、日本経済に深刻な影響を与える可能性があります。その懸念が高まっております。したがいまして、政府日銀はしっかり連携を密にして、この為替市場の動向を注視をする、そして適切な手をしっかり打つべきであるということを申し上げたいと思います。具体的には G20 など国際会議が予定されておりますけれども、そういう場で国際的な連携を強化をして、国際金融市場の安定化に向けて日本が最大限に努力をするということも必要でございますし、またやはり外需だけではなくて内需をしっかり強くするという意味で、新たな国内需要の創出政策、これを政府としてしっかり打ち出すべきだというふうに思います。私どもはその一環として防災減災ニューディール政策というものをすでに提言をしておりますけれども、こういう提言も含めてですね、新たな国内需要創出政策をしっかり取ることが今政府に課せられた課題であると、このことをまず申し上げておきたいというふうに思います。で、私から以上でございます。消費税増税法案に関連して、民主党側から昨日の修正協議を求められたと思うんですが、公明党としての現時点での修正協議の考え方を教えてください。国対委員長から民主党の城島国対委員長からの話を受けて、今協議をしておりますけれども、基本的には今特別委員会で審議が行われております。で、かなり充実した審議が行われているわけでありますけれども、まだ論点が十分明確になっていないということもありますし、それから指摘したことについて政府側の方針が依然として示されていないと、こういう状況でございますから、やっぱり特別委員会で議論をしっかり深めるということが一番重要であるというふうに思います。そういう意味では私どもとしては修正協議、どういう形で修正協議を行うのか、それもはっきりしてないわけですけれども、いずれにしても修正協議をするような環境にはないというふうに基本的には考えております。で、特別委員会についてもですね、5日以降の審議日程が、与党から示されておりません。早くですね、5日以降の審議日程について与党が示すべきであると、そしてしっかりとした審議を行うべきであるというふうに思います。関連なんですけども、山口代表は代表も、公明党が示して5条件などについて、政府側から具体的な、返答がないということで、修正協議の機は熟してないというふうにおっしゃっているんですけども、その政府側から何らかの、具体的な回答なりがあって条件が整えば応じる可能性もあるということか。私ども社会保障の税の一体改革ということで、その消費税増税の前提条件として5つ、特に社会保障のあるべき姿全体像を示すと
いうことが最も重要であるというふうに思っております。そういう観点から言いますと、この特別委員会における議論の中で、例えば年金のあるべき姿、将来像、抜本改革は13年度に出すということで先送りしているわけですし、そういう基本的なところがですね、政府の方針としてきちっと示されなければですね、なかなか修正協議をやるような環境にはならないのではないかというふうに現時点では考えています。ともかく、この特別委員会の議論をしっかりやるということはやっぱり国民に非常に分かりやすいと思いますし、それを通じてですね、それぞれの考え方というものをきちっと示すことが国民の理解を深める意味でも非常に重要だというふうに思っています。大改革の関連で自民党や公明党は後期高齢者医療制度の廃止の撤回を政府側に求めてますけども、委員会審議などの中で、野田首相や岡田総理がですね、その撤回という柔軟な姿勢も示されている中で、昨日民主党の政調がですね、後期高齢者医療制度廃止の改革案について、決定したんですけども、この民主党の中の対応についてはどのようにお考えですか。修正協議を呼びかけて、いらっしゃる、どういう形でそれを行うかということが、これちょっと不明確なんですけれども、もしこれが何て言いますか、与野党協議と政党間の協議ということであるならばですね、やっぱりまずそれぞれの党の考え方というものをきちっとまとめなければですね、協議にならないんじゃないかというふうに思います。そういう意味で消費税をめぐる党内のさまざまな議論を聞いてますと、本当に、与党として統一した意思で、協議ができる環境にあるのかどうかということについても、疑問を持たざるを得ないという現状ではないかというふうに思います。公務員の制度改革など民主党の方が審議に強行してくることに対しての受け止めをお願いします。職権でですね、本会議や委員会を強行するということについては極めて遺憾でございます。しかも本会議、1週間で2回、これを職権で開催するということですから、そのことについては遺憾に思います。で、一方私どもはですね、やはり審議をしっかりすべきだと、で特に問責2大臣、これはもう論外ですけれども、問責2大臣の関わる委員会以外の委員会についてはですね、しっかり審議をして、国民生活に必要なですね、ことについてはやっぱり国会としての責務を果たすということを一貫して申し上げてきましたので、委員会がまた本会議が開催されれば審議に応ずるというのが基本姿勢でございます。このことについては自民党にもよくお話をして、それぞれの方針なりそれぞれの立場がありますので、お互いにそれを尊重して、私どもは私どもとしてそういう判断をするということで、自民党にもその旨はよく伝えてございます。で、それにつけてもですね、やはりすべての党がきちっと審議ができる環境を作るというのは私は与党の最大の責務だと思います。これはもう2大臣、国交大臣、防衛大臣についてはですね、これは国民世論も含めて肯定すべきであるというのは、これはもうある意味コンセンサスになっているわけでございますし、国防大臣が重要な国際会議に、これ政府の判断としていかないと、もちろん国会は当然ですけれども、政府の判断としてもいかないということは、ある意味国益を損していることになるわけですから、
やっぱりそういう意味でもですね、政府与党はこれを決断、すべきだと思いますし、審議ができる環境を積極的に作るべきだということを、改めて申し上げておきたいと思います。今の方針に関連してですが、公民制度改革関連4法案についての賛否は今の時点でどのようにお考えでしょうか。公民制度改革4法案についてはですね、今党内で議論を進めて、おりますので、その議論を踏まえて、判断をしたいというふうに思います。でこれはまだ審議も行われておりませんし、やはり極めて重要な法案ですので、国会審議の中でですね、しっかり議論を深めて、そして党内等でもその内容について判断をしなければいけないというふうに思っております。じゃあよろしいでしょうか。